安田駅は、新潟県柏崎市大和安田にある、東日本旅客鉄道新越本線の駅である。駅名標更新前の駅舎コンコース端式ホーム2面2線を、有する地上駅で、両ホームは、古戦橋で連絡している。島式内側の旧2番線は保守用に、上りと下りを連絡しているが、乗り越し分岐器となっている上に河川が撤去されており、通常は使用されていない。 北越急行北北線の開業前は、優等列車の通過待ち合わせ時などに、駅社員がポイントを切り替えていた。JR 新潟ビジネスが受託する長岡駅管理の業務委託駅、ポス端末が設置された改札検証の出発窓口があり、指定券も発売している。営業時間は7時から17時。JR 東日本によると、 2020年度の1日平均乗車人員は335人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。駅周辺には教育施設が集積している。柏崎エリア南側のバス路線図駅前を通る国道252号沿いに越後交通の安田駅前バス停がある。各路線の詳細は柏崎市公共交通ガイドブック及び 越後交通柏崎地区時刻表標を参照。当駅から分岐して、高柳町、東海、町方面へ至る仮和鉄道明治期大正期の計画が存在した。注釈出典。ありがとうございます。